皆さんおはようございます。平成25年6月16日の第一礼拝を始めてまいります。それでは引き続き、主の前に静まる時を過ごしたいと思います。お越しください。それでは賛美を持って礼拝を始めてまいりましょう。第一の方法を伺っておりますでは許される方はお立ちいただきまして、フレーズの35番、36番、37番と続けて賛美を失礼します。Thank you.
中野芳子先生がヨーロッパの方に派遣に行って
間様々なことがございました。神様、その時もいつもあなた様が共に来てくださいましたことを感謝いたします。どうか神様、本当に、また私はあなたに申し上げていますから、どうぞ、お様の気を持って答えてくださいますから、本当にありがとうございます。どうぞこれからの一週間も、あなた様が共にいることを知り、そして、産むことなく歩み、we'll be right back.
Thank you.
本日の聖書の箇所はエゼキエル書4章1節から8節です。エゼキエル書4章は旧約聖書の半ば過ぎ、新改訳聖書第3版をお使いの方は旧約聖書半ば過ぎの1363ページになります。第2版をお使いの方はもっと早いページになると思います。エゼキエル書4章、人の子よ、1枚の粘土板を取り、それをあなたの前に置き、その上にエルサレムの町を取り付けよう。それからそれを包囲し、それに向かって塁を築き、山壕を掘り、陣営を設け、その周りに城壁崩しを配置せよ。また1枚の鉄の平鍋を取り、それをあなたと町との間に鉄の壁として立て、あなたの顔をしっかりとこの町に向けよ。この町を包囲し、これを攻め囲め。これがイスラエルの家の印だ。あなたは左脇を下にして横たわり、イスラエルの家の戸を自分の身の上に置け。あなたがそこに横たわっている日数だけ彼らの戸を追え。私は彼らの戸の年数を日数にして390日とする。その間あなたはイスラエルの家の戸を追わなければならない。あなたがその日数を終えたら、次にまたあなたの右脇を下にしておくために、ギダの家の戸を40日間追わなければならない。私はあなたのために1年に対して1日とした。それからあなたは顔を包囲されているエルサレムの方にしっかりと向け、腕をまくり、これに向かって予言せよ。見よ、私はあなたに縄をかけ、あなたの包囲の期間が終わるまで寝返りができないようにする。後ほどこの場所からイスラエルの罪を報告と題しまして、ベニヤミン中野先生よりメッセージをいただきます。それではその前にサンディゲルズ団のチームの方々のご募集をお願いします。おはようございます。今日は、シャインズというので、歌っております歌詞の中から、愛を持って互いに使いなさいという曲を歌わせていただきます。これは聖書の中ではガラテヤ人への手紙の5章の13節のところの歌詞になっております。それではこの愛を持って互いに使いなさいという歌を歌わせていただきます。素晴らしい
皆お褒めいただきます。それでは司会のベニヤミン中野先生と交代してもらいます。はい、ハレルヤ。それではもう一度2曲歌集から見て300番307番、これを歌います。それにあなた方はこの私のことを捉え、私の言葉に従い、私の言葉を信じて歩んでいきなさいとおっしゃられます。確かに
にあなた方の道を一番心配し、またそれを祝福し、また私のもとへ引き上げようとしているのはこの私であることを覚えなさいとおっしゃらせられます。そして私に信頼するものは、最後まで信頼するものは失望させられることがないことを覚えなさいとおっしゃらせられます。私はあなたの人生にこの信仰の豊かな実を与えようとしていると称されます。この100倍60倍30倍の実を与え、また多くの良き技にあなたの生涯をこの満ちあふれさせようとしていると称されます。それに日々あなたは生ける信仰を持って、私の言葉の土台に固く立って信仰を大胆に告白して歩んでいきなさいと称されます。この守ろう守ろうと絶対これは話せないと、この守ろうとしているそのものを私に捧げ、またこの委ねるとき、確かにそれが大きな祝福となり、またあなたは解放され、その中で私の道がその中で初めて見えてくることを覚えなさいとおっしゃらせられます。そのこの固くあなたが守っているもの、それをこの私に渡しなさいとおっしゃらせられます。これからこの週末の時が来ますが、私はその中においてあなた方の教会、またあなたを用いて、私は大いなるこの人々の救いの技をなし、また癒しの技をなし、聖霊の賜物による多くの技をあなた方の教会に与え、あなた自身に与えようとしていると称されます。を眠らせようとしているこのサタンのこの働き、このじんわりとこの、ね、あなた方をこの怠惰な道、また、ね、この何も見えなかったようにしていくこの道へ引きずると追い下ろそうとするサタンの働きを忘れてはいけないと称されます。あなた方に一人一人に与えられたこの聖書の言葉、また約束、また祝福、またあなた方がこれからしていかなければならないこの救いの技、それがこの確かにあなた方を通してなされるのであり、目を覚ましているのを見られるこのしもべのように、あなた方はこの目を覚ましていなさいと称されます。ハレルヤ。それではもう一度主の時です。